ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けします。はい、今日も土方さんに教えていただける時間がやってまいりました。はい、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今回ご紹介させていただくお車は、はい、こちらですね。はい、またですね、はいはい、またのマクラーレンが、はいはい、前回に続いてのマクラーレン、はい、今回はこれ650か、はい、650ですね、はい、650S のスパイダーです、はいはい、なので前回との比較なんかも今回できるんじゃないかなっていう、うん、そうですね、はいはい、でさらに在庫でこっちもあるんですよ、はいはい、クーペもありますと、はい、まあ、いろいろ3台比較しながらお届けできるんじゃないかなと思います、はいはい、じゃあそれじゃあ早速外観からお伺いしてもいいですか。はい、はい、今回の 650S スパイダーなんですが、はい、まずボディカラー、はい、ちょっと特殊なボディカラー、これすごいですね。すごいですね、はい、まあ、なんか分かりやすく言うとパールホワイトって言いがちなんですが、はい、まあ、実際にホワイトのメタリック、はい、オーダーカラーですね。あ、オプションのオプションなんですよ、はい、オプションで選んでいただくから、はい、大変希少なボディカラーとなっております。すごい細かいメタリックですね。すごい細かいです。ギラギラじゃなくてそうキラキラなんですよね。すごいですねこれ。意外とイギリス車って、はい、このメタルの粒子細かいですよね、はい、アストンもそうだったりします。今回はマクラーレンなんですけど、はい、あとはアルミホイル、ホイールもなんかそう結構メタリックキラキラです。これあの、マクラーレンでいうダイヤモンドフィニッシュ。あ、そうなんですか。はい、でもこれもオプション設定されているホイールですね、はい、であとこの個体でいうと、はい、まだ距離が4000キロというそんな少ないんですか。そうなんですよ、はい、鳴らしが終わったか終わらないかみたいな、はい、そんな状況で、はい、禁煙車でとてもいい状態の、コンディションもいい車です。でしかも今回結構素性もはっきりしてるんですよね。そうなんですよ、はいはい、で今回はファーストオーナー様から買い取った車を、はいはい、私どもボンドグループのお客様が乗っていた、はい、いわゆる2オーナーのお車になります、はい、で点検整備、はい、車検整備、はい、全て弊社でボンドグループにて、やったり、私どもからデーラーでお願いして作業したりと、はい、しっかりと履歴詳細の分かるお車となっております。じゃあもう個体としてのコンディションも、はい、もう完璧だと思います。完璧なお車ですね、はい、であとそしたら外観、フロントから見ていきましょうか。そうですね、はい、前回ご紹介させていただいた570と結構やっぱり違いが、はい、よくよく比べると違いますね。そうですね、はいはい、まあ、前回でもちょっとお話ししたんですけど、はいね、はい、ヘッドライトの形状がよくよく見ると違いますよ、はい、なんかよりシャープな感じで、うん、そうですね、はい、で、まあ、同じことの繰り返しになりますが、はい、スポーツがあってスーパーがあって、はい、そのスーパーというグレードに、はい、の中にある、650S スーパーシリーズの方ですね。そうですね、スーパーシリーズです、ね、なるほど、中の、はい、車でございます。であとは、はい、オプションで言ってしまうと、はい、このパークセンサー、はいはい、まあ、通常普通についていると思いますけど一応設定としてはオプションになっております。あ、そうなんですね。そうです、なるほど、はい、でこの車もついていますと、はい、まあ、この手のスーパーカーやっぱりこの辺のパークセンサーとかあった方が、いや絶対いいですね、はい、当然、はい、うん、利便性が違いますからね。そうですね、はい、あの使い勝手はとてもいい車ですけどね、はい、ちょっと簡単に全部が 見渡せるともじゃないんで、570の時もちょっと触れ出すけど、ドアの形状というか、はい、まあ、サイドの形状もなんか全然違うんですね。そうですね、はいはい、全く違います、はい、これ大きいダクトが、ダクトが、はい、あるかついてます。で、はい、570の時はなんかこう日本線のように見えるようなドアの切り込みという、そうですね、はい、がありますので、はい、その辺はちょっとデテールだいぶ違うと思います。なるほど、はい、でずっと来て後ろが、はい、後ろがやっぱり違いますよね570と、570と比べるともう大きく違いますね、はいはい、MP4 をそうです、フォーストさせる、そうです、もともとは MP4 シリーズの、はい、後ろのデザインがそのまま継承されていると言ってもいいぐらいの状態なので、570新しい スポーツ、はいはい、から比べると全く違います、はい、なるほど、うん、でウイングがやっぱりこう動くのがつくんですね、はい、つきます、はい、これも可動式のウイングがついております。なるほど、はい、この辺がじゃあスポーツシリーズと違って、そうですね、スーパーなところなんですね。そうです、なるほど、はいはい、でマフラーもすごいですね、こっから出るんですね。こっから出るんですよ、はい、なんかこうテールのこのガーニッシュのデザインになんか組み込まれた、はい、そうですね、一体なデザインですね、はい、そのまま、はい、ディフューザーもすごいっすね、うん、はい、奥の方までかなり全部覆っちゃってる。そうです、なんちゃってじゃ、もう当たり前なんですけどなんちゃってじゃなくそうですね、はい、この隙間にこれ、うん、
リフレクターですか。そうです、はい、が入っておりますね、ここにリフレクターと。これリアもすごい凝ったデザインになってますね。なってますね、うん、あとこれバックカメラです。あ、バックカメラそこついてますね、はい、なるほど、うん、じゃあこうやって見ると全然違うんですね。全然違いますね。 あとこの辺もやっぱり全然違いますね、うん、このデザイン自体はスパイダー特有のデザインですね、はいはいはい、クーペスタイルだともう当然こちらからこう、はい、ガラスのフードが伸びてくるので、はい、ちょっとこの後見てみましょうか。そうですね、はい、あの比較できますので後で 両者比較しましょう、はい、あとミラーなんかもなんかこっちの方がなんかスーパー感が、そうですね、はい、ありますよね、はい、うん、はい、ちょっとミラーも、わーすごい、なんかこうミラー本当にスーパー感が、スーパーカー感が出てますよね。結構大きくてこう距離も取ってあるんで、はい、オーナーマーと同じように視認性結構良さそうです。すごく見やすいです。意外とその運転のしやすさっていうのは追求されてると思います。乗った感じでそういう感じますね。あ、なるほど、はい、あの前回 そのマクラーレンのオーナーマーでもお話ししたんですけど、はいはいはい、慣れてしまうとすごく分かりやすい、はい、乗りやすいですね。もう一個オーナーマーとの違い僕発見しました。何ですか。ワイパー違うんですね。あ、そうなんですよ。650になると1本ワイパーなんですね。そうなんです。なるほど、シングルになります。でもアームがやっぱり2本のこう、そうですね、なんていうんですか、吹きムラが出ないようにね、はい、動くタイプのワイパーですね。そうです、はい、考えられています、ね、ちょっとこれホイールの話に戻っちゃうんですけど、これブレーキはこれ標準ですよね。標準です。標準でカーボンセラミック。そうです。あとは新車時にペイントを選べると、はい、あ、そうなんですね、はい、キャリパーの色も選べるんです。そうです。でこちらはオプションのスペシャルカラーになってます。フロント6のリア4ポット、はい、4ポット、かっこいいなこれ。ストッピングパワーも十分なんですけどね、はい、あとは高速域でのブレーキングのために、はい、ブレーキ制動時にリアウィングが起き上がってくる、はい、あ、制動時にウィンが広がって起き上がってきますね。そうなんですか、はい、じゃあスピード出したらこうギューッと上がってくるんじゃなくて、そうですね、はい、減速の時のこう姿勢を制御するために、あ、上がってきたりします。あとはそのトラックモードだったりスポーツモードだったりあるので、はい、その走行性能の設定、はい、あとはエアロの設定で若干の違いが出てきます、はい、なるほど、はい、結構メーカーによってウィングのその使い方が違ってくる。違いますね。単純にその高速域で100キロ超えた、はいはい、120キロ超えてウィングが立ってくるっていう車がほとんどなんで。そうですよね、はい、あとはマクラーレンとか、はい、一部フェラーリの時に、あ、フェラーリなんかで見られるブレーキのための、あ、なんていうんですかね、風を利用する、はいはいはい、制動に利用するというんですかね。あとせっかくなんでちょっとじゃあスパイダーとクーペの違いなんかもちょっと見ていきたいんですけど、はい、はい、外観はもうほぼ一緒ですよね、はい、下部分は、まあ、フロントから見る限りではもうほぼ一緒です、はい、で大きく違うのはやっぱりその、はい、クーペとこの、そうですね、スパイダーのこの屋根のところですね、はい、ルーフの後端からこの、はい、エンジンフードですね、はい、ここが全く違う。こっち見ると全然違うんですね。そうですね、はあ、うん、あとは基本的には同じような感じでも出ているようになってますね、この辺のカバーとか。はい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 、はい、ここまではなんとなくこう一緒で、はい、一緒ですね。はあ、うん、まあ、当然あの、はい、開けた時のトップの収納のことがありますので、はい、ああ、なるほど、はい、その辺も後でちょっと開けながら、はい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 、うん、ご説明したいと思います。それじゃあ早速このスパイダーたるところをちょっと、はい、土方、はい、さん見せてもらってもいいでしょうか、はい、じゃあちょっと開けましょう、はい、ここがこうガバッて開くんですね。そうですね、はい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 、でこう折りたたんで、あ、なるほど、いやめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。だから収納スペースっていうんですかね、はい、ホロあのトップの二分割されるので、はい、ここの長さも、はい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 、狭い状態で入っていく、はいはい、この辺のデザインめちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいですね。開けた時のかっこよさでしょうね、はい、間違いすごい。そしてこれ内装この後見ますけど、はい、内装めちゃくちゃかっこいいですね。内装めちゃめちゃかっこいいです。え、小物入れもなるんですか。あ、そうそうそう、それを見せなかったの。はい、来た。本当だ、わわすごい。へえ、小物入れも小物入れで本当に小物しか入んないじゃないですかこれ傘とか一応そういうレベルですね、はい、
一応使えるんですけど、はいはい、ここの室内と、はい、繋がってんですか？貫通してません。あ、繋がってないんですか？そう、うん、だからちっちゃいバッグとか、はい、薄手のコートとか、コートとか傘とか、そうですね、一応置きます。もう一個気になったんですか、これ。これね、はい、なんですかそれ、バッグっていうかカバー、なんか物入れっていうの。何入れるんですか。何か入れてここにこう。はー、いりますそれ。いやー、いるんです、いるんです、いるんです。そう、あ、でも一応 これの形になってるんですよ。そうです、そうです。だから、はい、収納っていうのかな、あって言えばいいんですか。はい、でこう入れてもらって、はい、はあ、なるほど、うん、そしたらこう汚れないと。そう、あ、まあ、確かにダイレクトですからね、うん、でしかもこういう そこの形に合ってる。そうそれじゃあ早速続いて室内を、はい、見てもいいですか、はい、はい、どうぞ、はい、確認してください、はい、必殺ディヘドラルドアを開けまして、はいはい、これ結構このサイドシール高いですね。前回の570の時もちょっとお話ししましたけど、はい、あれだけ見ると大きく見えるんですけど、はい、650と比較すると相当小さくなってます、ね、はいはいはい、そうですね、はい、もともとはこのサイズでまくられて、はい、じゃあ650かなりこうこの辺が、はい、すごいですね、カーボンシェルが。なるほど、中にビヤーっと、はい、まあまあバスタブのようにこう出来上がってますので、はい、なんかエキシージみたいな、こうちょっとよいしょってやらないと乗り込めないような。そうです、そうです。あ、めっちゃ剛性ありそうですね。すごいありますね、はい、早速ちょっと乗っていいですか。はい、はい、どうぞ、はい、ちょっとじゃあ失礼します。これ乗り方が、これしかも今回フルバケじゃないですかそうなんですよ、乗り方が。そう、足を入れつつこう、わあわあ、あいいですね、いい感じですか。でこれ、このシートがオプションなんですよね。シートオプションなんですよ、はい、ちょっとベストな位置に、そう、持ってきたいと思います。バックレスト、さっき、はい、あのカメラマンさんもいっぱい撮ってくれたんで、はいはい、あれですけど、インサートで入れてきましょう、はいはい、カーボンのフルバケット、はい、カーボンシェルのフルバケなんですよ、はい、でレザー張りになってます、はい、でこれ見えにくいんですけど、一応ここでこの下側で、まあ、微調整もできるみたいです。そうですね、はい、まあ、全体的に上げたりとか、はいはい、前だけ上げたり後ろだけ上げたりだとか、うん、結構感じとしては結構こうお尻がこうスポッて落ちる、腰が決まるんで、はい、逆に疲れないかもしれないです。なるほど、はい、うわすごいこれ、うん、いい感じですよ、はい、すごく。ベース駅からの眺めはこんな感じでございます、うん、フロントガラス大きいんで結構視界はいいですね。いやすごくいいです。でフェンダーがよく見えるので、はい、見えますね、はい、これでボディの隅が、はい、意外とはあの端っこですね、角が分かります。なので想像通りの車の大きさっていう感じの、はい、なるほど、はい、でこの辺のなんかハンドル周りはもう570と、うん、ほとんど変わらないですね。ほとんど変わらずですね、はい、こうシーソーのパドルと、うんうん、はい、シンプルな、はいはい、もうこれしかついてないっていうこれライト周りも一緒ですね。メーターが結構違いますね、はいはい、結構570ってこう液晶の、はい、情報量多い感じだったんですけど、うん、これ本当にタコメーターと両サイドぐらいしかついてないんですよ、はい、はあ、でこの辺のデザインも570と近いですよね。近いですけど、はい、若干この辺のパネルが違います、はいはいはい、なるほど。でサイドブレーキがここにあります、はい、あ、650ってこっちなんですね。そうなんです。あ、なるほど、570ってこっちでしたよね。そうです、そうです。あ、こっちなんですね、はい、でもこの辺の使い方とかは全部一緒ですね。全部一緒です。はい、でこれが、はい、オープンとクローズのボタンですね、はい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 、でこれはフロントのボンネット、はいはい、でシフトもここなんですね。そうです、シフトもこれです。でハザードがあってドアロックがあって、はい、ここはこのリアガラスですね、はい、リアガラスのみ開閉もできます。なるほど。でこれは、MP4-12C のスパイダーも同じです。全くほぼ一緒です。あ、そうなんですね、はい、なので、はい、なんかこう若干のパワーアップとフェイスリフトっていうイメージですね、はい、あのイメージとしては6あの650は、なるほど、 MP4 から比べると。ただ乗った感じのパワーのフィーリングとか、はい、乗り味はもう全く違います。あ、そうなんですね、はい、うん、でバイザーも
逆なんですか。前からそうです、はい、前からこうちっちゃいのが、これアルカンタラですか。はい、アルカンタラですね。すごい、はい、この辺のルームランプなんかもちょっと、なるほど、あ、このなんか触った感じが押した感じがしないのは一緒なんですか。一緒です、はい、はい、で今回の車はレーダーもついてて、ドラレコもついて、はい、ドラレコもついております、はい、で当然 ETC もついております、はい、で僕気がついちゃいました、エアコンがここなんですね。そうです、こっちじゃないんですね。違います、あれ、あのヘルメットのエアコンの表示はないんですよ。はい、ないんですえ、ここエアコンってすごくないですかこれ。すごいですね。あのこちら側に助手席もついてます、なんか名残みたいのが、はい、これあの操作ですよ。え、操作なんですか。操作です。それ右ハンドル左ハンドル区別があの、はい、ないようにじゃないんですか。じゃないんです。え、そっちで操作ができる。そっちはできます。あ、そうなんですか、はい、ちょっと一回エンジンかけますか。はい、いいですか。はい、はい、お願いします。わあ、すごい、めっちゃいい音しますね。めっちゃいい音します。メーターは、まあ、ほんとシンプルですね。メーターはやっぱりですね、はい、で、あとは、はい、570の時も一緒だったんですけど、はい、あのメニューが出ますので、はいはいはい、このレバーで、そうです、こっちか、はい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 、で、あと、はいはい、押してもらって、はい、これですね。なるほど、はいはい、で、クルーズコントロールがこっち側で、はい、そうです、はい、あとはナビですね、はい、メディアと、あとは Bluetooth も使います。あ、なるほど、はい、あ、もうこの辺もじゃあ570と同じ感じで、そうです、まあ、必要にして十分な、はいはい、シンプルなナビっていう。そうですね、なるほど、うん、はい、外部入力ついてれば一通り、今みんなスマートフォンでオーディオだったりだとか、ね、はい、はい、なるほど、思いますね。はい、室内のなんかこの、あと、そう、これがインテリアの感じもすごくいい感じです、ね、オプションのレザーインテリアです、はい、あ、これオプションなんですか。そうなんですよ、標準ではないんですよ、はい、このステッチとかレザーとか、ドアの内張りも全部これあれじゃないですか。そうですね、はい、あとその色を合わせてステアリングのカラーとダッシュパネルのカラー、はい、ドアパネルのカラーと、はい、ステアリングがちゃんとこの触るところがパンチングで、はい、そうですね、はい、センターのこのホームボタンのところもパンチングなんですか、はい、これかっこいいですよね、はい、で真ん中カーボンで、はい、うん、まあ、でも一番はやっぱりこのシートでしょうね、はい、すごいっす、ホールド感が、はい、うん、でも、 もう本当にスポッてはまって、そう、はい、でちゃんとこうなんてウレタンフォームっていうんですかね、はい、ちゃんと作られてるんで、はい、薄っぺらじゃないんですよ。座った感じのクッションもすごくいい、はいはいはい、これいいっすね。これいいです。逆に言うと体変に動かないんで、はい、疲れないんですよ。だからこう体を支える無駄な力が必要ないんですよね。そうです、振るわけって僕のあのマイカーも2脚振るわけなんで、うん、嘘でしょ。本当ですよ、はい、本当なんですよ全然疲れないんですよ、うん、あのシートに任せてしまえばいいので、だからもうペダル操作とハンドル操作だけに集中できるんで。そうですね、振るわけって思いのほかこう乗り降りは大変ですけど、はい、乗ってしまうと決まっちゃえばもう全然。そうですね、あとはあのさっきもあの土言ってたように若干のこう、はい、セッティングリセッティングができるんですけど、はいはい、今現状でもそんなにこう、はい、バックレストが起き上がってる感じじゃないので、はい、普通のシートポジションの感覚で乗れます。あ、なるほどなるほど、はい、うん、だから振るばけ振るばけっていう感じはしてないじゃないですか、はいはい、だから楽に乗れますね、なんかさすがって感じします。そして藤川さん、僕発見しちゃいました。またですか。570との違い、これドリンクホルダーあるじゃないですか。これありますよ。でもちょっとちっちゃめですかこれちょっとちっちゃめですね、缶コーヒーぐらいはですね、はい、そうですね、ペットボトルはちょっときついですね、つっかいちゃいますね。なるほど、はい、で、まあ、あのここにちょっと見 え,、はい、見えないんですけど、はい、実はここに ETC が、あ、そうなんですか、存在します。本当だ。ETC がついてます。はい、うん、なるほど。うん、でこのちっちゃい申し訳程度のこのアームレスト下と、でここに USB とピンジャック AUX、外部入力ですね。なるほど。あとシートヒーター、うん。なんとシートヒーターがついてます。フルバゲットですが。でオープンなんで、うん、後ろのこの収納スペースはないと。ないと。ない代わりにこの中になる。そうなんですよ。はい、トナカバー、この開放感いいっすね。そして、はい、でも絶対的にこう形がこう、はい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 、かっこいいのでやっぱり、はい、一回閉めていい、閉めていいですか。これ屋根が開くっていう
とても大きいアドバンテージが。うわー、はい、いいですね。てかめっちゃ合成ないですかこれ。すごいすごいですよね。すごい、今ドア閉めてびっくりしました。はい、へえ、いやー思わずニヤってしちゃう。なんか画像じゃわからないですか。いいす、でもすごい、これいいな、その視界の大きさ、はい、フロントと、はい、サイドと、はい、画像わかりますかね。すごい、こうやって目線で置くとフェンダーの膨らみが、はい、あ、分かりますか、ね、両方視界が、そう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 、すごい広いんですよ視界が。だから楽です、乗ってて。いやいいな、うん、欲しいです。欲しいですね、はい、個人的に。いや、いい車です。ありがとうございます。はい、開けるのはこうか、どう開けるのか、わわ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 、まあ、フルバケなんで、はい、後ろまでスライドしてもらえれば乗り降りもそんなに、はい、あとは形的な慣れですね。へー、いや、このフルバケもいいな、すごい。ちょっと乗り降りやっぱりこう慣れないと、分厚いし高いし、はい、うん、ちょっとこの乗り降りがよいしょって感じがしますね、うん、でもなんか X イージとかあれほどじゃないですか。ではないです。そしたらあとはエンジンフードを一回開けて、いいですか、エンジンフード開けましょう。前回の570と違ってちゃんと開きます、はい、ちゃんとっていうのもおかしいですけどね、はい、でオプションのカーボンのカバーがついてます。はい、まあ、一応ガラスで見えますからね。そうですね、そこポイント高いですよね。あ、いいと思いますね。いや、でもかっこいいですよね、うん、スポーツカーらしいというか、はい、ちょっとそれじゃあボンネット続いて見てみたいと思います。はい、ボンネット意外になんか大きいですね。広いですよね、はい、この70より大きいですよね、はい、若干大きいと思います、はい、そして何か入ってますけれど、はいはい、まずこちらが、はい、純正オプションのボディカバーですね。なるほど、はい、ちゃんとまくられて入ってます。まくられてます。この車にはついております、まあ、この形だから、まあ、市販のやつ合うやつないですからね。そうですね、はい、もう一つこちら、それなんですか、これね、はい、あ、バッテリーメンテナー、バッテリー、そう、バッテリーコンディショナー。でこれもオプションですか。これは純正です。あ、これ純正なんですね。はい、これついてます。あ、なるほど、まあ、スーパーカーそんなに頻繁に乗る人いないですからね。そうなんですよ。でもいざ乗ろうっていう時に、はい、上がっちゃってると、そうなんです、はい、乗れないですから、ね、でスーパーカーあるあるなんで、なるほど、まあ、最近はついてる車多いですよね、はい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 、っていうのと、あと、はい、これシガーソケットなんですけど、はい、これを挿していただいて、はい、家庭用電源、あ、コンセントに差し込む。そうです、なるほど。なんですが、はい、このマクラーレンの650は、はい、ここが専用です。あ、ここに差し込むんですね。そうだ、室内から、はい、車の室内から取るんではなく、はい、ここから取ってください。あ、なるほど。でこちらは当然ガレージで、はい、家庭用電源で。あ、なるほど、はい、じゃあ乗らなくてもバッテリーが上がることがない。そうです。なるほど。で充電したり、あの満充電になれば勝手にオフになったりっていうのを繰り返してくれるので、なるほど、いざという時に上がってることはないと、はい、そしたらちょっとこれから10日を、ライト類をちょっと見てみたいと思います。なんかエンジンかけないとつかないみたいなんで、ちょっと排気音で結構うるさくなっちゃうと思うんですけど、はい、ちょっと点検したいと思います。はい、はい、お願いします。わあ、わあ、お願いします。はい、570と比較するとすごくこうエッジの効いたデザインというか。そうですね。はあ。でこれがロービーム。はい、ロービーム。はい、ハイビーム。あ、内側がこうやっぱり光るんですね。はい。あ、あ、なるほどなるほどなるほど。ああ、ここがスモールで、はい、このプロジェクターとその脇も光るんですかね。ああ、そうですね。あ、でウインカーはこのスモールのところが色が変わって光るんですね。あ、なるほど。ちょっと後ろも見てみましょうか。お願いします。あ、スモールはこの2段目が LED のこのつぶつぶが光る感じですね。あ、でブレーキ踏むとそれがそのまま明るくなって、あとこのウィングの上の部分。あ、なるほど。あ、でその上がウインカーなんですね、うん、あ、なるほど。あ、でバックはこの下なんですね。藤川さん、バックフォグとかあります？はい。あ、バックフォグはその真ん中が光るんですね。はー、ありがとうございます。はい。いや、570と全然また違うんですね。違いますね。後ろなんかこう本当に申し訳程度にしかこれは細い横路。はい、あ、なるほど。
服装的にかっこいいですねこれ、うん、かっこいいと思いますね。ほんとかっこいいですよね。でもかっこいいです、うんうん、だと今回、はい、藤川さんこの650、はい、毎回聞いてるんですけど、やるとすれば何やりましょうか。正直言うと、はい、なのって考えちゃう。なるほど、はい、なぜかというと、はい、プロテクションフィルムも貼ってあるんですよ、はい、あ貼ってあるんですよ。そう、あ本当だ前回りこれ、うん、そう、あとは、はい、ドアミラーとサイド、はい、あドアミラーも貼ってありますね。貼ってあります、はい、あとリアワンパンも貼ってあるので、あじゃあ一通り ここから下は全部貼ってある感じなんですか。そうで、なるほど。しかも、はい、ドラレコと、はい、レーダーもついてるんですよ。あそうですよね、ついてましたね。だ私がこれ乗ったら、はい、やるのは、はい、ローダウンしてロベルタつけるかな。いいですね、はい、それはもう安心してどこでも走れるんで。リフターはついてないんですか、ね、そうなんですよ、これリフターはないので、はいうん、ただもともとこの車高なんで、はい、リフターってあまり別に必要ないのかなと思います、はい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 、普通に乗れちゃうので、はい、なのであえて車高として、はい、もしくはホイール入れてとかってなるといい、ね、ロベルタは絶対、はい必需品ですね。ちょっと甘いですもんね。そうちょっとあのボンド的には甘いんでサイズ感が、はい、ちょっと純正はちょっと甘いんです。そうなんですよ、そこをバシッとやりたいですね、それぐらい。プロテクションこれヘッドライトとかも貼ってあるんですよこれ。そう貼ってあります、はい、これプロテクション貼ってあると拭けるのがいいんですよね。いいですね。ちょっとこう汚れてても拭いても傷にならない。そうボディ直接じゃないですからね、もちろん。じゃあその辺も抜かりなく全部が 手が入ってる。入ってます。だからオリジナルの状態で良ければもう何も手を加える必要ないです、はい、あそのまま乗っていただいてもうバッチリの車両になってます。はい、はい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりマクラーレン 650S スパイダーをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。